地図ボストン顧問に面してチッカリングホールが表示されている1896年の地図の一部1880年代の座席表マーガレット・フレミング役のハーン夫人と紹介されている女優キャサリンコーコランの写真1891年チッカリングホールは19世紀末の1883年に開場したマサチューセッツ州ボストンのコンサート会場 このホールは、ウェストストリートとの角に近いトレモントストリートに、面した、チッカリングサンズのショールームの2階を占めていた。ブラッドリー、ウィンズローウェザレルが設計にあたり、装飾を EP トレッドウェルが担当した。このホールの照明は、エジソン社の伝統によっていると会場当時に、報じられていた。1895年には、ボイルストンに対して、トレモントストリート一帯は、 延々とピアノの販売代理店が並んでブロックの大部分を占めていたことから長年ピアノ横丁と称されてきたが最近はボイルストンストリートの方に店舗の移動が進んでいる。チッカリングホールはトレモントストリート152番地にありこれまで何年もの間流行の先端を行く音楽家たちのお気に入りの場所であったし音楽家という職業の中枢部でもあったと 紹介されていた。ありがとうございます。